なんかあの最近は統一教会の問題がね収まらずにいろんな分野とかで統一教会の問題が上がっていることが判明しましたけども、はい、教育の分野とかでも統一教会の関連団体のね幹部女性が兵庫県神戸市と姫路市の県立高校2校で講演を行ったことが判明って形で、形で<ー>この性教育をテーマって形で統一教会したらね 結婚するまでで恋愛禁止という形でされていてこの世界平和女性連合の京都連合会議長が講演会をしたっていう形でいつもその話をした内容っていうのが、まあエイズとか、まあ、性感染症とか出会い系サイトとかデート TV に関するもので、うん、まあ一応も宗教的なものがあったかどうかは分かんないんだけども他にもねこの女性は京都とか岐阜とかね 三重とかでも、講演活動をしていて、<ー>まあ、この性感染症を、まあ、予防するためにも、結婚するまでは。 性的関係を持たないっていうまあ、自己制御が大切ですって形で、語っててね。なかなか難しいですけどね。まあね、今どきはね、その当然その結婚するまで性的関係を持たないなってね。探そうが難しいかなって形ではありますけども。うーんまあ、にその統一教会では、その信者じゃなくて、一般人と恋愛すると。地獄の底に行くって形で落とされていて。はいはい、まあ、その信者同士ですらも、結婚相手を選べないって形になっていて。はい。むちゃくちゃな宗教というかね。ですね。まあ、こういうことね、マインドコントロールされまでに言われてたら。 信者、まあ、になる人はいないかもわかんないですけども確かにまあそれがねいろいろとまあ不安につけ込んでマインドコントロールをしていって、まあ、特にこの女性とかにいろいろな制約があるみたいで、うん、露出の多い服装とかも許されないみたいで、はい、結婚式とかで初めてね顔合わせをして、まあ、最初の3日間はセックスの仕方とかも決められていてねいろいろとまあ情報が出てきてますけども、うん、そういった中でね統一教会擁護してきたサンデー・ジャポンの太田光さんとかですらも このの間はね、用語ととかか、か難しくなったのかしかったし。くななっったたおああ、確かに、うんまあ、その鈴木エイさんとかも言ってましたけども小川さゆりさんの会見とかで統一教会からね会見中に、まあ、精神がいかれてるからこの人の言っていることは嘘ですよみたいな感じで、うん、まあ苦しいファックスとかも届きましたけどもあれも逆効果で統一教会としたら海外に向けて宗教弾圧を受けているって形で。 アピールをしたみたいですけども、うん、まあ今回の会見はその日本外国特派員協会という形で海外に発信をされてしまうまあ会見という形でね,ですねまあこれがその逆効果になってしまったという形で、まあ、逆にこの統一協会の異常さがまあ世界にアピールをされたという形で <laughs> デーブ・スペクターさんとかもまあ小川さんの会見とかを統一協会の、ね、アメリカ人の元信者のまあスティーブ・ハッサン氏に 送ったみたみいな感じでツイートしてね、はいまあ、ビデオとかも送られてきたみたいですけども、うん、まあこの人物っこうは40年以上マインドコントロールとかカルト研究とかをね活動してる人で、まあ、結構まあアメリカもね統一教会に関してはやばい状況なのかっていう形で<ー>まあ一時期安倍さんとトランプさんの電話会談をつないだのも統一、まあ、教会って形で言われてるしこの間もね統一教会の福岡支部とかで、まあ、選挙後に選挙協力をして まあ当選しししたた議員とかをまあ祝したりとかかを祝りていて、うん、まあ6 0 0七人の名簿とかを獲得したこともね公表してましたけれどもあ,<ー>まあ,あれもねよく考えてみると個人の信教の自由のはずが、まあ、組織的に応援していたこともバレたしです、ね、自民党の事務所から統一教会に6 0 0人の名簿が渡ったってことでも あるんでね、まあ、うん、ある意味、この自民党が統一教会の信者関与に手を貸したってことにも、なるんかなってところで。反社会的団体にね、自民党が個人情報を提供って形に考えると、まあ、かなりヤバいかなって。ところで、統一教会にとってはね、名簿を獲得する意味でも、ボランティアとかでね、手伝う意味があったのかなって。ところで、見返りがあるんですもんね。そうですね。まあ、なみにその個人情報で言うとね、最近健康保険証、2024年の秋から。 まあ原則は廃止にしてまあ事務対応はマイナンバーカードを基本って形でね動く形になったみたいですけども河野大臣がね、会見しましたけど現時点ではそのマイナンバーカードの交付っていうのは5割にも届いてないって形でただまあマイナンバーカードはね 最初はこの個人情報だから人に見せたらだめだよって形で言ってたのに、まあ、それがこの健康保険証の代わりになって形でねどんどんまあ個人情報がこれからね漏れていくかなって形で問題が起きそうですけどもなりそうですねただまあこれはね統一教会にとってはまあこの情報はプラスなのかなってところで、はい、やっぱまあ統一教会のために自民党がまあ動いてるのかなって形ですけども <laughs> ただまあその割にはこのスパイ防止をね、まあ、制定しろとか言ってる人たちっていうのは 何もこのことに関しては文句を言わないという形でね、ちょっとまあその辺がまあ矛盾しているかなという形で、統一教会のプラスになることにはまあ文句を言わないのかなという形で、うん、まあちなみにその統一教会に関しては、この間ね、高橋早苗さんが、まあ、三重とかでも講演したときに、まあ、その内容をこの三重県議が公開したということで、まあ、炎上してましたけれども、はい、まあこの三重県議も、ね、統一教会のまあ濃厚接触者というか、まあ、信者じゃあかみたいな感じで言われてましたけれども、<laughs> 元信者の話によると、 三重県議もまあ完全に、ね、統一教会の信者なんだけども、まあ、一応そこはまあ否定しているという形でちなみにこの三重県議に関しては、まあ、高学歴芸人のロザン・菅さんとかが YouTube で見解を述べてましたけども、うん、まあこの三重県議に関してはロザン・宇治原さんが、ねまあ、処分される可能性があるっていうことで<う>まあ処分に関してはこのクローズドな情報を公開したっていうことで、まあ、処分されるかなという形の予想をしていて。まあね うん、ただ、まあその嘘ではなく非公開の情報を公開したということでの処分という形でねただ、まあ処分されるとしたらその発言があったことになりませんかという形でまあロザン・スガさんがね指摘をするとまあお互いがまあ納得をして処分をしないことも難しいし処分も難しいという状況っていうことがまあ改めて分かったかなという形でただ、まあこの高市早苗さんとしたらまあ嘘をつかれた状態になっていてまあそれが原因でねまあ処分も さりかねない状況なのに何も処分もせずに三重県議に対してはまだね明確な対応を見せないという形でえまあこの辺がねその武田杉也さんと篠原丈一郎さんとのバトルにも似てるかなという形で桜井よし子さんのスパイ疑惑とかにもまあ似てるかなというところでまあこの桜井よし子さんと武田杉也さんとまあ高橋沙苑さんの共通点というのはまあ自分のファンというかまあ信者にだけ理解をしてもらえればよくてまあそれ以外のね 一般国民にはどうもあれようが関係ないという形でこの桜井し子さんも韓国のテレビ局からまあスパイという形で報道されて、まあ、自分のツイッターとかでは事実じゃないという形で否定をしましたけれども当然、テレビの影響力の方があが大きいしねツイッターとか雑誌とかでは反論とかしたかもわからないけどもちょっとまあ反論としては弱いかなという形でこの武田信也さんとかもいろいろとまあ否定はしたけども まあ裁判はしないって形の選択をしたって形で、うん、まあこれ、裁判すると負けちゃうのか面倒、まあ、くさいからやらないのかそれは分からないですけども面倒 <laughs> くさいは面倒くさいでしょうね、うんまあ、武田さんのファンからしたら、まあ、武田杉谷さんのツイートを、ねまあ、信じてくれる人が多いでしょうしねあまあ、そのファンからしたらね、うん、ただ、一部のファンはまあ失ってしまったのかなってう形で、うん、まあ逆にこの疑惑が多い人だから新しくね 武田さんのファンじゃない人っていうのはそもそもね、まあ、そんな情報を見て判断するかっていうと武田、まあ、さんの情報じゃなくて週刊誌とかテレビの情報をま見てね判断するだろうしそっちです、ね、まあそうなると、まあ、この週刊誌とかでいろいろね疑惑が報じられているわけだから、まあ、普通に考えるとね、まあ、篠原丈一郎さんじゃなくて。 武田恒也さんが嘘をついてるって形で思うんじゃないかなってところですけどねはははいはいはいそうですねまあそうやってまあ最近ではこのお父さんの五輪疑惑とかもまあ逮捕間近みたいな感じで報道されたりとかしてるんで、うん、余計にね、まあ、武田さんに否定するんだったら歌えればって形になりますけども、まあ、この辺はね どどうななのかなという形ではありますけどもうまあそういえばこの,この間もねその細木和子さんとかが以前霊感商法とかで、まあ、ヤクザとかね、まあ、関わってみたいな感じで報道されたりとかして訴えたこともありましたけどもありましたねまあこれもそのテレビの収録のあれが終わると、まあ、自分からね訴えを取り下げって形で、はい、そういう時間稼ぎで訴えるって形の手法とかも、まあ、あるみたいですけどもなるほどね武田さんにしても桜井し子さんにしても打た、うん、ないんだったらねファンに向けてだけ まあ自分は無実って形で言ってるだけで、はい、まあ今のね、統一教会とか宗教と交似てるのかなって形で、<laughs> まあそのただ、徐々に、ね、高齢者の信者がなくなって、まあ、ファンとかも減少していくのかなって形ではありますけども若者はね、なかなかファンにならないでしょうし、まあその高市早苗さんに関しても、今のね、熱狂的なファンだけをつなげ止めようって形の作戦で、うん、まあ三重県議の、ね、ツイートが嘘なんだったら、本来であればね、まあ、ぶち切れなければいけない内容ですけども。 まあそもそもこの政治家っていうのは税金がね給料なわけだから、はい、まあ仕事の中に国民から政治をまあ信頼されているってこともまあ含まれていてです、ね、だからこのクローズドの中身でこういったことを言ったっていう可能性があることが 表に出てしまったわけだからクローズドだから言えませんっていうのは仕事を放棄してるって形で国民から生まれてもまあ仕方がない状況って形でただまあそのススタンスを取ったわけですねまあその保守言論人は別にねその統一教会とか日本会議とかそういったこの保守団体とかねまあ世界日報とかそういったこの自称保守系の雑誌から仕事をもらっているからまあそこにね信頼されたらいいだけなんでね。 ある意味この武田信也さんのまあ対応っていうのはまあ間違ってないかもわからないですけども武、ね、田信んさんはこの今もね今のこの現状でファンを少し減らした方が得策って形でまあ感じたんかもわからないですねあ。ファンを減らした方がうん かまあボクシングとかでいうとまあ試合が始まっているのにずっとね、まあ、俺、すごいやろうみたいな感じでシャドーボクシングをしている状態でそのシャドーボクシングにも呆きれているのが篠原城長さんかなという形かもわかんないですけどねちなみにこの久し様の運動会の話題とかでまあ面白い記事を見つけましたけどもお<う>なんか昔の記事でこの久し様が小学校の2年生の記事で見つけたんですけども<い>まあ運動会が5月24日にあったようですけども、まあ、この前年というのは例のね 都競争でまあぶっちぎり伸びりのまあ報道があったやつで、あ<ー>まあ実はこの一年生の頃の運動会っていうのは、まあ記者はね取材することはできなかったみたいですね。ああそうなんですね。まあつまりこの週刊誌とかはまあ保護者として紛れ込んで。 まあ写真を撮ってたのかも分かんないって形で、うん、まあ当時はこの学校側の事情で取材不可って形で言われてて、うん、ただこの2年生の運動会は紀子様のご意向が強く取材してもいいよって形の話があってはい、はい、紀子様は久志さまが誕生してから、まあ、将来のねお世継ぎを育てるって自覚を絶えずお持ちになってますって形で、まあ、生まれた時から天皇に がまあ宮廷とかでもこの「久しさまは私たちだけの子供ではありません」って形でまあ両陛下からお預かりをした大切な遺留子設って形で職員に指示をすることもあったって形でなるほど通学の警備体制とかもまあ直接木越さまが伝えられたりとかもしていてねそれこの通学路とかにはその防犯カメラが新たに設置されたりとかしてまあその夏とかにはまあ担当のね 大塚警察署が、まあ、警視総監賞を受賞っていう形で、まあ、その頃からね皇室特権を使ってたのかなっていう形ではありますけどもですねただこの1年生のぶっちぎりのびりの運動会の報道っていうのは1歳の取材をシャットアウトしてたんですけども、まあ、週刊誌が盛り込んで写真を撮影したのかなっていう形ですねうまくやったんですねただこの2年生の運動会とかではこの取材が許可されたようで、はい、でもこの取材が許されたのは 午前中の綱引きの場面のみって形で、うん、そこだけまあ取材が可能っていう形でああそうなんですね綱引きだけが、うんまあ、この愛子さまはあ、小学校5年生の時にまあ運動会の前日にね、まあ、喉の痛みとかで発熱で運動会とかもね休んだこともありましたけども、はい、ただこの愛子さまはずっとね運動会の取材を受けられてきたって形で、うん、ただこの久しさまに関しては1年生の時には週刊誌に取られたもので。 取材に関しては N. G. って形でしていてね。ただまあその取材 N. G. にしたっていう事実は残ってしまうんで。まあ、うん、貴公子様は対抗心から、まあ、取材を受け付けたのかなって形で。 まあしかもこの年の4月っていうのはその愛子さまがね中学校に入学かな、まあ、その入学式って形でお言葉をまあ述べたっていう形でまあ注目が集まったんでそれでこの対抗心からパフォーマンスが必要だったのかなってところでね <laughs> 存在感出していかんとそうですねまあその中でちょっとまあ,ありえないことというか、まあ、その宮内庁の休務課から一枚の紙が手渡されて 何かって形で尋ねると、まあ、発表文と捉えてもらって構わないでしょって形で言われてね、はい、まあお茶の水女子附属小学校の運動会に際して、まあ、取材の機会を設けるに至った経緯っていう文章でこれはその今でもこの宮内庁のホームページとかでも確認できるんだけども、うん、まあそこにはこの昨年取材依頼を頂い,いたけども結果的に取材の機会は設けられなかったって形で前置きをしていてそれでまあ今年もね宮内記者会から改めて 要請が行われて、まあ、国民の関心が非常に高いことと、まあ、そしてまあ記録を残しておきたいってことから運動会の取材の機会をぜひともまあ設けてほしいって形で宮内庁から学校側に働きかけをしたって形でまあ書かれていてね、うん、まあそれでこの学校側から了解をもらって綱引きだけ取材してもいいよって形でなってねそういう形でまあ無茶苦茶な内容が書かれているって形であ<ー>一部の競技であれば久しさまの個人競技の方がね、まあ、当然いいだろうし、まあ、しかもこの久しさまが 一番センターで綱を引いてて、まあ、完璧な、ね、パフォーマンスって形でやってましたけども <laughs> まあ学校側はね今回、この機会を設けるっていうことにしたんですけども、まあ、あれからね、まあ、運動会の取材ってのも2年置きかなんかでは受けてたみたいですけども、はい、運動会はその1年生には受け付けずに、まあ、2年生の時には。 学校が了解もらったって形で一部だけ公開って形でねなんかねまあ一応まあ警備上の問題っていう形にはしたみたいですけども、はい、うんただまあ警備は最低限で,いいってで言うとかねそういう形の記事もあるしやってることと言ってることがめちゃくちゃって形ではありますけどもちぐはぐすねまあそもそもこの宮内庁の発表文書っていうのは誰かがね誰が誰に対して訴えてるのかがわけは分かんないっていう形で宮、うん、内庁の発表に対して、まあ、記者もね記事を書きようがないっていうか 宮内庁が主催する行事で取材してもいいよって形だったら分かるんだけども、はい、宮内記者クラブに対してだけの発表って形をホームページに載せるって形で、まあ、意味が分からないというかね確か,にまあかなりの異例対応というかなぜ昨年は取材させなかったのかとか、まあ、そういうことも書かれてないし、うん、まあ宮内庁の行事でもなくて、まあ、これを別にお茶の水小学校が発表するんだったらね お茶の,水の行事だから分かるんだけども、はい、まあなぜそれを宮内庁のホームページでまあ公表するのかという形でそれでまあ海不明なまあ公表がされたという形でね恐らくこれがその紀子様に書かされたのかなという形で, <laughs> でまあそれでその「週刊新潮」の見方としては宮家のお子様のね運動会の取材の機会を設けることは前例がなかったみたいで<ー>まあそれでねあくまでこの記者側から要望があって、まあ、学校に要望したもので 仕方なく承諾みたいな感じの立場を取ったんちゃうかって形でね書かれていてちなみにこの運動会の情報を改めて見てみると小学校4年生の時にもね団体競技で棒運ぶ競技とかでやってましたけども1位でバトンを渡しましたって形だったんで1位になるようなチームを作り上げたのかなって形でそしてね6年生の時にも公開されてましたけどもこれが例のね大玉転がしでこれも一応団体競技だから安心してね 任したかかももわらないですけども、うん、ただこの久々まね暴走してしまったって形で確かに一応なんかその違う学年だったからね何かなって形で思ったら下級生の大玉がコースを外れないように、まあ、上級生として久様がまあ参加していたって形で、えー、だから本来であればその上級生だから普通はね先回りをして大玉がコースを添えた時に軌道修正をするんですけども、うん、ま完全にね しさまが置いてけぼりって形になっていて <laughs>、まあ、下級生よりも足が遅くて <laughs> まあ足手まといって形になっていてね本場ですねまあその辺はまあ改めて見るとちょっとまあ笑っちゃうかなって形ではありますけども <laughs> 確かに確かにまあ別にこの運動神経が鈍いことはね、まあ、別にどうでもいいんだけども、うん、まあそれは無理して上げ生じを書こうって形でやるからまあ余計におかしくなるのかなって形であーね、うんまあねその辺でまあ余計に愛子さまとの差が開いてしまったというかちなみにその愛子さまに関してはね なんか来年、チャールズ国王の長官式で世界デビューかみたいな感じで、まあ、記事とかも書かれてましたけども、<う>まあ来年ね、まあ、どうなるかなって形ではありますけども。羽ばたいていく感じですかね。まあ、ちなみに皇室のこともね、出入りしに行っとかも報道されてましたけども、まあ、天皇陛下が今月下旬には国民文化祭に参加されて、来月は全国豊かな海づくり大会の開会式にも出席って形で、その今月の国民文化祭も沖縄で。 全国豊かな海づくり大会も、まあ、兵庫っていう形で、うん、まあ両方ね泊まりで行かれる予定って形でね遠いですしね、まあ、ちなみになんか今月一日は天皇皇后両陛下が国体の開会式に出席されましたけども、はい、まあその時にね秋島ご夫妻は国立劇場で歌舞伎の義経千本桜をまあ鑑賞って形で書かれていて、うん、まあこの10月のね歌舞伎公演っていう形で、まあ、初日で一番客が多い日に行かれたっていう形で<ー>まあこの辺はね 平日でもやってるわけだからせめてね客が一番少ない時に行ってあげたら、まあ、一番迷惑もかからなかっただろうし <laughs> まあそれをね一番客が多い時に行って迷惑をかけたというかね存在感をうんまあそれで、まあ、しかもなんか小室家のことも考えてましたけども、はい、まあ関係者によると弁護士を目指しているのは、まあ、資格を取得することで安芸署様からね お許しが出るって形で思ってるからよまあまあまてまあ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 ままでもいいですよとかって言ってるぐらいですからそんな興味ないまあ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 そうです、ね、まあねまあだから一番の問題っていうのはその金銭のトあま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 あどもはいはい、はい、まあ国民からしたらね金銭トあま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 まあ今はね 小室会さんはまたね自分から恐喝とかでお金を脅し取ろうって形でやってるし1600万ねまあいくらその昭島様がね許しても国民は許さないかなって形でですねしかもこの昭島様はね昭島家の改修工事とかで45億円って形でうん2018年には天皇陛下に対して大城祭をね国費に充てることに異議を唱えてお手元金でやるべきって形でねはい、はい、でまあ身の丈になった儀式にって形で発言したのにまあ 身の丈になっていいというか <laughs> まあ真子さんに関してはね身の丈に合って相手を見つけたんかも分かんないですけどもまあただその一般人になったのに税金が使われてるしまあ大乗妻はね24億円で悪島県の改修工事は45億って形でまあいいぐらいですもんねあまあ紀子さまはねもっと金を多く使ってみたいな感じで注文したりとかイタリアさんのね大理石とか、まあ、めちゃくちゃ言ってますけどもまあなかなかねこの辺はまあその悪島県に関しても統一教会に関しても今後どんなに展開になっていくのかね 皆さんの予想も聞かせてもらえて嬉しいですねそうですねぜひコメントくださいあとはチャンネル登録まだの下の登録の方もお願いしますよろしくお願いします